はい、皆さん、こんにちは。ゆりです。本日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、アイハブ、それからデパコスの購入品の紹介をしていきたいと思います。こちら、リアルテクニックスのやつですね。これが、なんかね、2つに分かれてて、何の意味があんねやろ。もうね、英語で書いてるから全然分からへんけど、なんか、普通のやつとちょっとキメの細かさが違う気がする。普通のベース用ですね。はい、こんな感じで。普通のベースのものになっています。めっちゃでかくないですか？びっくりしちゃった。でかすぎて 通常のよりかなり大きいです。これ、スポンジ濡らしてなくて、この大きさ。これ、ボディ用です。結構大きいんですよ。で、普通のが、まあ、大体さっき見せたこれぐらいのサイズなので、かなり倍、むっちゃ大きいです。これちょっと水で濡らしてきますね。はい、めちゃくちゃでかいです。こんな感じ でかすぎる。普通ね、普通これぐらいなんですけど、めっちゃでかい。もうこれ完全にこうね、ボディ、フェイスとかではなく完全にボディ用です。なので、私これからフェイスアワードを受けるので、ちょっとなんかこうボディ塗るときとかに使おうかなと思っています。めっちゃ大きいです。そういうね、特殊メイクとか、こうボディ系とか、例えばコスプレするときとかでも、こういうの使うのがすごくいいと思います。いろんな形のが本当出てて、これもそうですね、メイクスポンジです。ちょっとなんかポニョンとしたような形のやつなんですけど、いろんなの形のをちょっと購入してみました。で、またまたちょっと面白いメイクブラシも買ってみました。なんかまるで筆 筆なんですけど、これ筆？違うよね。そうです、メイクブラシですね。そうそうそう、なんかもうパッと見た感じめっちゃ筆なんですけど、これメイクブラシなんですよ。ふわふわ、めっちゃふわふわ。でもこれ普通に絵の具じゃないんでね、これちょっと主人と気になって買ってみました。こちらです。これが、なんかビタミンのグミですね。で、ちょっと食べてみたんですけど、結構美味しいんですよ。でもなんかグミっていうか、なんかキャンディー、ハイチュウみたいな感じ。見た目結構本当に、ふんわり見た目グミで、弾力の感じもこれすごくグミです。なんですけど、食べると結構ネチョネチョしてます。いただきます。ビタミン A、ビタミン C、ビタミン B、ビタミン D、ビタミン E、ビタミン B2 とかたくさん入ってるみたいです。グミというか、どっちかとしたらね、ちょっとしたキャンディー系なんですけど、すごく甘いので、さっぱりとした甘さなので食べやすいです。甘酸っぱい感じ、こう錠剤とか苦手っていう方とかすごくいいと思います。で、まあ、お菓子っぽいので食べやすいなっていうので、ちょっとなんとなく興味本位で買ってみました。ビタミンはね、やっぱ常に取らないと体からすぐ出てしまうので、ビタミン剤とかは結構ね、飲むようにしています。次、デパコスの購入品いきたいと思います。こちらですね、ちょっとほんと前に買って、ゴールデンウィーク行っちゃったので、ちょっとね、部屋に置いてたからぐちゃってなっちゃってるんですけど、これボビーで買ってきました。で、ちょっと気になったのいっぱいあったんで買ってきました。スキンケアのセットをいくつか買ってきました。オイル状の美容液になってて、これを使うことで、皮脂バランスを整えて、滑らかなお肌にしてくれる美容液になっています。なので、乾燥しやすい朝であったりとか、まあ、夜にしっかりとつけてあげると、化粧のりもかなり良くなるっていうので、ちょっと購入してみました。在庫がなくなるほどかなり人気みたいで、たまたま入荷した時に買いに行ってて、購入してきました。すっごく、香りが良くて、本当になんかオーガニックって感じの香り 植物って感じの香りです。はい、次、こちらですね、乾燥肌の人ですね、用のものです。私みたいに結構お肌が乾燥してる方とか、これを使うとすごく保湿されるという感じですね。これはスキンブライトナーって言って、お肌のホワイトニングをしてくれます。これを使うことで、こう明るい肌に仕上げてくれるという感じです。まあ、これ全部使うというよりかは、例えば夜にですね、このホワイトニングと、あとはニキビケアのやつをこうね、気になる部分につけて、で、例えば乾燥しやすい朝に、このさっきの潤いを保つ美容液をつけるみたいな感じで使い分けるのがいいって言ってました。だからなんか全部使っちゃうとあんまり良くないみたいなんで、まあ、自分のお肌と相談しながら塗っていくのも大切かなと思います。見た目もめっちゃ可愛いし、ね、いいですよね。はい、次は、
ボビーのリップを買ってきました。これね、なんかこうナチュラルメイクとかでも使うかなっていうやつとかいろいろ買ってきて、ボルドーカラー買ってきました。こんな感じです。色めっちゃ可愛い色なんですよ。もうで、これね、確かね、艶やかなリップだったと思います。艶のあるリップなので、本当にプルンとした唇に仕上げてくれます。だからといってこうブル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 しすぎるわけでもないので、本当になんかセミマットではないけど、まあ普通のリップの感じ今とこのカラー似てますね。塗るとこんな感じなのでいい感じですよ。でもう一つが、これさっきのカラー何や、18番ですね。これがね、確かね、結構明るいカラーやった気がする。これがそれで、色がね、ほら見てください、ちょっと明るめのオレンジっぽいカラー、朱色、オレンジと赤がちょっと混ざってる感じ。動画じゃちょっと分かりにくいかな。もうちょっとね、これね、色ね、オレンジっぽいです、実物。これも結構ね、ツヤのある感じ、結構ね、明るいカラーです。塗ったのこっちなんですけど、こっちと比べるとかなりオレンジっぽい感じです。パッと見ピンクに見えるんですけどね、オレンジなんです。これはだから、まあ、ナチュラルメイクとかお母さんメイクというか、まあ、ママ系のね、ちょっと可愛らしいメイクの時にちょんちょんちょんってのせようかなと思って買ってきました。またね、あのひまわりさんと保育園での遠足ございますのでその時に控えてこのコスメたちを買ってきました。ちなみにこれは名前がリュクスリップカラー63番、ソフトコーラーですね。次はこちらです。アイシャドウ買ってきました。すっごく綺麗やったからもう買っちゃいましたね、あまりにも良すぎて。ゴールドブラウンなんです、こちら。めっちゃ綺麗なゴールドブラウンで、こうやってつけてすごい発色、こんな感じです。わかるかな、キラキラなんです。めっちゃね、可愛いんです。これアイハーブとそれからデパコスの購入費の紹介でした。本当にですね、アイハーブ安くていろんなのがたくさん売ってます。プロテインとか、あとはやっぱりサプリメントが結構よく売ってて、発送も早いので結構お気に入りです。はい、メイクブラシとかもね、かなりこう質のいいものとか売ってたりするので、ぜひ皆さんですね、試してみてください。海外のもの買えたりするんでね、そうそう、発送早いのがやっぱ嬉しい。やっぱ海外のやつでね、発送結構遅かったりするから、そういう面でやっぱなんか使い勝手がいいかなと思います。それではまた皆さんお会いしましょう。バーイ。